はい、こんにちは。フォーダイブ実費キャルタムダッペルタミの村長です。はい、っていうことでですね、いやもう全身ヒルドイドベトベト野郎でございますよ。気持ち悪いだろ、そうです。先日上げた動画で離脱症状がもう全身起きているというお話をしたんですけれども、で、私ですね、顔はなぜか出てないっていうお話をみんなにしておりましたが、今実際問題ですね、お風呂からシャッシャッって出てきて、今この状態でございます。で、ブースターとかも一切つけておりません。その状態でございます。はい。ということで、顔は本当に離脱症状っていうか一切出てないんでございますね。はい。で、本当に顔に関しては、何にも離脱症状が出てなかったんですが、まあ、その時に、まあ、やっていたスキンケアを今日やろうかなと思っております。で、新しいものももちろんレビューしたいと思っておりますので、まあ、その時にやっていたスキンケアをやっていきましょう。はい。ということでですね、実を言うと、だんだん体が痒くなってきて、まあ、村長普段手の甲って、アトピー出ないんですが、まあ、それが出てきた時に、なんかちょっと覚えあるなと思って、スペシャルケアと B グレンのスキンケアをやめて、これだけでずっと、スキンケアを行っておりました。まず一つ目がこちらでございます。じゃん。はい。こちら、有機ブースターローション。はい。以前動画にした天然人型セラミド配合のブースターでございます。はい。そして二つ目はこちらです。はい。有機セラムでございます。これね、体にも使ってたからこんなに減っておるんでございます。そして、まあ、こちらも皆さんわかると思いますが、こちら、ビオメディ。はい。そして、フェイスパックはこちらを使っておりました。じゃん。はい。ルルルンのグリーンでございます。もうこれ村長ネットで先行発売された段階で購入してたんですが、もう全然レビューができてなくて、でもずっと使っていたものでございます。ビオメディと有機ブースターローションとセラムに関しては動画がありますので概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらから確認お願いいたします。で、こちらは初めてレビューをいたします。もうずっとみんなにどうでしたかどうでしたかって聞かれてたものでございます。ということで、ルルルンなんですが、まあ毎日使えるって言われているフェイスパックでございます。はい、まあなんでこれ365日使えるのかと言いますと、まあ、これは有名ですが、何か肌をすごく向上させるようなものではなく、あくまでスキンケアが含まれているものなので、すごく強い成分が入っていないからっていうのが理由にあります。なのでこちらの機能に行きます。まず一つ目、こちら、プレシャス史上最高ミネ。そして二つ目、こちら、健康的な22歳の皮脂バランスを再現した L22。後ほど L22 についてはお話しいたします。そしてこちら、ダメージに負けないふっくらとした張りを生み出します。そしてこちら、砂漠を生き抜くプランクトンの生命力をエキスに。そしてこちら、発酵の力が大人肌へじんわり浸透します。はい、ということでございます。はい、で、ちなみに L22 とは何かというお話なんですが、L22 はこちらです。今まで10代の時はすごくニキビができてたのに、20代に入った瞬間にそのニキビが収まったとか、まあ、たくさん肌の変化があると思うんですね。良くも悪くも。で、その時に22歳の肌、まあ、括弧20代前半の肌が一番皮脂のバランスがいいと言われていて、まあ、その時の皮脂構成に整えるという成分が L22 でございます。そして L22 の詳しい効果なんですが、こちら、まずバリア機能のサポート、もう、アトピーの人たち、そうなんですが、もう重要でございますよ。肌が弱い、敏感肌、乾燥肌の方々もみんなそうでございます。はい、そしてこちら、エモリエント効果で肌を柔らかい肌に。はい、ということで、まあ、年齢がどんどん増すにつれて、肌がゴワゴワしたりとか硬くなってくるのを柔らかくしてあげる効果があります。そしてこちら、抗シワ作用でシワを防ぎます。よっしゃ!もうシワだらけでございますから、もうだって30年以上生きていたらね、何回もね、シワだらけでしたよ。え?そして、こちら、肌荒れ防止にもいいということで、こちらのルルルンはですね、なんと、私たち肌が弱い方々の
悩みである揺らぎ肌をですね防止させてくれるものとして揺るがないように底上げをしてくれるフェイスパックということでございます。はい、そしてフリー成分はこちらです。ノンアルコール、無着色、無香料、無鉱物油、そしてこちらパッチテスト済みということでございます。あのルルルンってですねなぜ書いてないのかわかんないんですが、全ての製品ノンアルコールなんですよ。だけどパッケージにはわかりますかね、毎回アルコールのことは書いてないんです。ただ公式サイトでアルコールは入っていますかっていう質問に対して全てノンアルコールですっていう風に、まあ、公式が回答しておりますので、まあ、ルルルンに関しては成分表を見てもアルコールは入っておりません。まあそれが当然として基本的に売ってるので書いてないだけかもしれないんですが、こちらのグリーンに関してもノンアルコールでございます。はい、なので言ってしまえば私はいろいろ考えてルルルンに足りない部分はスキンケアに補ってもらう、そしてなおかつまあ本当に少ないスキンケアで済ませようというふうに考えた結果、このルルルンの揺れ肌を防止する力をもっと増幅させるために常在菌を整えるビオメディ、そして新陳代謝を上げる有機セラム、そしてもう心底から保湿を入れていく有機ブースターローションで、もうアトピーの人たちがどうしても欲しいものだけを入れるためのスキンケアを行っていたという感じでございます。なのでおそらくこんなに顔の肌は荒れていないんだと思います。なんか私の中ではあれちょっと荒れそうだなって思った時にこのスキンケアのセットめちゃめちゃおすすめでございます。はい、なのでですね今からちょっと塗っていきたいと思います。はい、ということで今お風呂から上がって何もしていない状態でございます。もうプニプニで気持ちいいんだよね。なんか最近自分の肌触っててなんか気持ち悪いかもしれないけどプニプニで気持ちいいんだよね村長の肌今。はい、じゃあこの有機ブースターローションをつけてみたいと思います。つけます。本当にちょっとで大丈夫です。本当にちょっとで伸びがいいです。控える。でこの有機ブースターローションはローションなのでもうしっかり化粧水の役割もしてくれております。なのでこのまんまフェイスパックをつけていきます。でつけ心地の感想とかに関しては後ほどお話しいたします。はい、ではですね中開けます。はい、ルルルンでございます。でルルルンって結構シートがあの物によって違うというか、そのご当地系のものだったらもうちょっと薄いとかその物によって変わるので、まあ一概に何とも言えないですが結構厚手のものでございます。はい、で私はいつもこの上からスチームをかけていたんですが、あんまり刺激を与えない方がいいと思って、あの、離脱症状出始めてからはスチームをかけていないです。はい、その代わりダイソーの潤いシリコンマスクをですね、この上からつけます。では、だいたい10分置きたいと思います。はい、ということで、あの、10分経ちましたので、これを外して、さっと水で洗い流してきます。はい。はい、ということで、洗い流してきたので、もう一度、こちらの有機のブースターをつけます。はい、で、あの、ブースター系は、まあ、界面活性剤が入ってるものがものすごく多いんですね。で、なんでかっていうと、浸透しやすくさせるために、わざと余分な角質を破壊して、スキンケアを入りやすくします。ですが、あの、肌が弱い方って、そもそも、あの、余分な角質がないので、界面活性剤で角質壊してしまうと、あの、守ってるはずの角質まで壊してしまうことがあるので、あんまりブースターって界面活性剤が入ってるものは使用しない方がいいんですが、この有機のブースターは界面活性剤が入ってないので本当にあの何度塗っても嫌な感じがしないです。いやもう本当にブースターの段階で違う。でこんなにカメラ遠くにしてるのに、まあルルルンの力もありますがすごい。はい、でまあ基本的にはですね、まあ物にはよると思うんですが、オイルとミルクだったらオイルの方が先なので、先に有機セラムを次に塗布します。
まあ、同じメーカーで揃えたりとかするときに、まあ、メーカーによっては順番違かったりしますが、一応順番的には別のメーカーだとオイルの方が先の方がいいかなと思います。ではセラムを塗ります。はい、そしたら最後にビオメディを塗布します。まあ、ビオメディもこの有機セラムに関しても本当は1本で大丈夫っていうものなので、そんなに量はつけなくて大丈夫かなと思います。もうお気に入りのスキンケアだけでスキンケアしてるって最高ですよ本当に。はい、ということで、まあ、こちらのビオメディと有機セラムブースターに関しては、まあ、先ほども言った通り別に動画がありますので、ルルルンの感想に行きたいと思います。まあ、とりあえずですね、私今毎日使っても大丈夫ですよっていうフェイスパックの中で一番気に入っております。まあ、すごい効果があるのかっていうことに関してはやっぱり肌のことなので証明が完全にできないんですが、実際、まあ、体の離脱症状が出てきて顔の肌も弱り始めてる時に悪化させなかったっていうことを考えたら、このフェイスパックはもう素晴らしい力を発揮していると思います。でやっぱり肌の調子が悪くなってきたなって思った時って、私なるべくフェイスパックは一番最初に抜くんですが、それをしなくても大丈夫、むしろルルルンつけておいた方がいいやっていう風に思えるぐらいのフェイスパックでございました。そして二つ目こちら、もうとりあえずですね重くありません。はい、まあなぜかというとフェイスパックをバッて外した時に私は保湿過多にならないようにさっと水で洗い流します。例えばミノンのフェイスパックって、まああれはもう本当に保湿を入れるためのものなので若干ジェルみたいなのがついているんですが、まああれを水でさっと洗い流そうとすると結構ぬる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 してるのが長時間ついてる感じなんですが、このルルルンに関してはポワッと洗ったらふわっともうすぐ落ちてくれるっていう感じなので、気持ち悪いぬめぬめ感とかもないです。むしろ洗い流さなくてもいいんじゃないかなってくらいさっぱりしております。はい、そしてこちら刺激は全くないです。私ルルルンはちょっと肌荒れしてるなっていう時に使うとちょっとピリッとした感じがする時がたまにあるんですね、そのルルルンのフェイスパックによっては。ただその中でも刺激のない方に入っているフェイスパックだなっていう風に感じました。そしてこちらあんまり毎日やると保湿過多になるとは言ってはおりますが、保湿過多があんまり良くないって言われている、まあ、肌が弱い方々でも毎日使っても、まあ、問題なく使える方もいるんじゃないかなっていうぐらいですね、なんか良くも悪くもこのフェイスパックをつけたことを忘れるぐらい何か残ってるっていう感覚がないので、まあ365日使えるってルルルの中で言われてる中でも一番私は使いやすいと思います。だけどやっぱり揺らがないように底上げをするっていうことをやっぱりメインに置いているんだなっていう風に私は感じます。で、あとねプニプニしてるんです、最近、柔らかくなった肌が、肌が弱い人にある独特の柔らかさ、もう引っかいたら傷ができちゃいそうな感じの柔らかさではなく、本当に自分で言うのも気持ち悪いんですが赤ちゃんみたいなプニプニ感なんですよね。伝わるかな、プニプニしてるんですよね。あれ、ルルルンの力なのかなっていう風に最近思ってます。もう1ヶ月以上ですね、2日に1回のペースでつけてるので、もしかしたらそのプニプニ感は効果で出てきたのかなという風に感じます。はい、ということでまあこちらが感想でございました。はい、ということでまあ私本当ルルルンはですね、皆様視聴者の方からいただいたのもありまして、いろんなご当地系のものも使いましたし、まあ赤、青とか白とかも本当に全部使いました。レスキューも使いました。で、その中で一番本当におすすめできるのはこのグリーンかなっていう風に思いました。なんかルルルンって本当に一口でいいよって言ってしまうと種類がありすぎてっていうのもあるんですが、そのものによって先ほども言った通り刺激があるもの、感じるものっていうのが出てくるんですね。もうそういうのもなく本当にですね、とりあえず数枚入りのでいいからちょっと試してみてほしいなっていう風に本当におすすめができるフェイスパックでございます。はい、で365日使える系のフェイスパックって本当にノンアルコールが少ないのと、あとバリア機能を向上させる
フェイスパックってものすごく少ないんですね。でその中でもドンピシャ来たと思ってこのグリーンを購入したんですが、もう素晴らしいフェイスパックでございました。気になった方はチェックしてみてください。はい、ということでですね、まあ脱ステロイドでちょっと危ないなって思っていたのにもかかわらずですね、なぜか顔を生き抜いた時にしていたスキンケアのリビューでございました。はい、ということで本日もありがとうございました。また動画でお会いいたしましょう。フォータイプジッピー、ギャルタメ、ダップのための村長でした。